生徒8人による授業妨害が問題となっていた福岡県河原町の公立中学校。昨日は卒業式が行われたが、その直前、学校の近くにいた数名の生徒らは取材に対しこう答えた。卒業式を出るために来たんですよね、みんな。お前は一体何が言ってんの？卒業生ですよね、3年生、皆さん。そんなやつ来てるの？バカバカバカ、ローストレスねえよ。何時から卒業式なんですか？親父、キレイジ。この中学では問題の生徒らによる教師への威嚇が繰り返され、校長が辛労で休職する事態に。2階の渡り廊下から放尿する生徒もいた。この日の卒業式では特に混乱はなかったという。校舎から出てきた生徒らは、無事卒業式は終わりました。お前ら武器残ってきた、ちょっと帰る。とりあえずお前何がこのマイクは。君と出会った、取材陣からマイクを奪い歌い始めた。卒業式の後、男子生徒2人が逮捕された。2人は今月6日昼休みに校長室に乗り込んで湯飲みを床に投げつけたり、ロッカーを蹴るなどしたとみられている。今月着任したばかりの校長は、私が職員室にいましたので後から知った状態なんです。逮捕された生徒の1人は警察の調べに対し、閉まらなかったから足で蹴って閉めただけと話している。